企業マルシェのプロジェクトは復興庁で今進めておりますユイノバのプロジェクトの中で生まれたものです。で具体的には支援企業さんが11社そして今回石巻の企業さんから6社の方に集まっていただいて各企業さんの直接社員の皆さんとの触れ合っていただいて対面販売をしたりですとかそれから一緒にカタログを作ってカタログ販売をしたりですとかでこの対面販売の機会においては試食品を用意しまして実際に召し上がっていただいて、この味はどうでしたかとかあとカタログですとかパッケージですとかそういったものがどういうものかってアンケートを取っていただいてで具体的に商品開発とかにつなげていくという機会になってます。持続可能な街づくりというテーマで宮城県さんとパートナーシップを組ませていただいてこれからさらに進む少子高齢化ですとか医療へのアクセスの問題都市化の問題そういったものを一緒に取り組んでいきましょうという、姿勢を持っていたんですけれども、不幸のことに震災が起こりましてそれ以降はより復興ですとかより喫緊な課題を持つ街づくりという方向性に少し変えていきまして、少しでも復興にお役に立てるそういった取り組みを重ねてまいりました。で今回復興庁さんの方からユイノバの機会をご提案いただきましてこれはぜひ協力をさせていただこうということで手を挙げさせていただきました。産官学の連携というものが非常に重要になると思っています。特に官の部分では地元のニーズですとか課題を一番理解されているのは地元の自治体さんであったりそれから学術的な知見を持っていらっしゃるのが大学であったりそういう組織で民間私たちの企業というのはそういったところのソリューション解決策あるいはその人的なリソースというものを提供できるというふうに考えていますのでその産官学の三位一体になった協力体制というものをこれからも確立していきたいと思っています。で GE の持っているいろいろなエクスパティースというか知見ですね、ヘルスケアの経験であったりエネルギーの私たちのビジネスそれから金融サービスといういろいろな GE の持てる力をたくさん、つぎ込んでいくことで復興のお手伝いになればというふうに考えています。